はい、皆様おはようございます。SROSS LLC のチンネイと申します。普段はポスグレ関連のお仕事をやらせていただいております。本日はポスグレ15の最新情報解説というテーマでお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。本講演は、この前にリリースされました15バージョンのポスグレにつきまして、マシン機能であったり性能向上であったりについて解説をいたします。で、解説にあたりまして、弊社が実際に15のベータ版を使って検証作業を行いましたので、その結果やデータも示しながら説明できればと思います。あとは向上になった点の他にですね、非互換の変更点も、ございますので、そういったところも、解説させていただきます。はい。それでは早速、ポスグレ15の話に入ってまいります。最初は概要の話でございます。ポスグレとはという話ですが、すでにご存知の方も多いかと思いますので、おさらいだけさせていただければと思います。ポスグレというのは多機能リレーショナルデータベースソフトウェアでございます。まあ、非常に長い歴史を持っていまして、1996年に現在の名前であるポスグレ SQL という名前になりました。それから BSD タイプのポスグレライセンスというライセンスの下で配布されているオープンソースソフトウェアでございまして、まあ、比較的に利用に縛りが少ないということが言えます。で、そしてもう一つ大きな特徴はですね、自社主導ではないオープンソースソフトウェアでございまして、まあ、いくつかの企業に属している人々が主要開発者であったり、あるいは開発の運営をしているものであったり、まあ、そういった人々が組織的に開発しているというものでございます。で、次のページのグラフは、ポスグレのリリースの履歴になっておりまして、縦軸はコードの行数で、まあ、右肩上がりで伸びているということがわかるかと思います。で、へこんでいるところもいくつかあるんですが、これは古い機能が外されたり、機能の整理が行われていたりというためになります。で、右軸は各ポスグレのバージョンを表していて、まあ、上に書いてある日付はメジャーバージョンがリリースされた日付でございます。例えば2005年の1月に 8.0 が出ましたとか、2021年の9月に14のバージョンが出ましたというふうに読んでいただけます。で、これを見ますと、まあ、1年に1度ぐらいのペースでリリースされているということがわかります。ここ数年は毎年秋ごろにずっとリリースされているという形で定着されてきています。で、吹き出しのところは、各メジャーバージョンで追加された新機能になります。で、1回のリリースで1個だけの機能が追加されるということはもちろんなくて、追加された複数の機能の中でも最も、特徴的なものをピックアップしてここに記載しているということになります。で、このグラフは14までとなっていますが、今回ご紹介させていただくポスグレ15もつい最近ですね、10月の13日に無事リリースされました。では、15では主にどのような改良が行われたかについて見ていきたいと思います。で、このページでは、ポスグレ15の主な変換数というタイトルになっておりますが、項目としては100以上の変更がありまして、で、このページにまとめられているものよりもいっぱいあるんですけれども、弊社がこれが大きい変更であろうと考えていて、まあ、そして実際に検証をしたという項目のうちの、特に本講演でお話をするというところをこちらに書かせていただいております。で、SQL 機能追加という観点と、性能改善という観点、それから運用管理、するときに役立つ、あるいは変更された部分という感じで、3つの観点からそれぞれの機能が加わっているというのがわかるかと思います。それでは各項目について、この後順にお話しさせていただきます。はい。では、最初は SQL 機能追加について取り上げていきます。1つ目はマージ文という SQL 構文が追加されました。テーブルに対して行または表データを紹介して、値に応じて様々な更新を行うことができる SQL 文ということで、データを組み合わせてアップデートしたり、デリートしたり、インサートしたりというのが1個の SQL 文でできるということですね。で、この1行の説明だけ見ると、なかなかイメージしづらいと思いますので、後で実際の使用例も出します。
で、この、マージ文は SQL 標準構文でございまして、まあ、Oracle Database とか SQL Server といった主流のデータベースソフトウェアにもありますので、それをご存知の方はそれと同じものだということがわかるかと思います。で、同じキーの行があればアップデート、なければインサートする。いわゆるアップサート機能と呼ばれている機能を、このマージ文で実現できています。で、実は、Postgre は以前からも他の構文がありまして、このアップサート機能を実現できていました。例えば、この withUpdate returning insert という書き方をすると、アップサートは可能でございます。これは8台のバージョンからできていました。それから insertOnConflict、という構文は9台のバージョンからできておりまして、行をインサートして同じ行があってぶつかったのなら代わりにアップデートしなさいという意味になります。で、右の、3つのアップサート方式について、まあ、単に構文の違いということではなくて、働きが違うということをご認識していただければと思います。まず、withUpdate returning insert は、まずアップデートしてみて、結果が0行ならインサートをするという挙動をします。で、insertOnConflict というのは、まずインサートしてみて、まあ、既存の行があって衝突してうまくいかなかったらアップデートをするという挙動になります。で、最後のマージは、まず外部結合して値を比較した上でインサートをするかアップデートをするかというのを決めていきます。なのでそれぞれの特徴があって場合によって最適な方式が変わってくるということになります。で、このマージの使い方についてここに一例を載せていただいております。左上の tmaster というテーブルがありまして、で、それに対して右上の twork というテーブルのデータを使ってマージ処理をするというのが目的で、それを実現するためには右下のマージ文を書くといいということになります。まず、merge into tmaster using twork で、using の後ろにマージ用のデータが入っているテーブルの名前を指定します。で、結合条件は、ここでは ID が一致したらということで、まあ、通常の ONC で条件を書きます。で、その下の When Matched、というのが、この結合条件が一致したらという意味でして、それ以外にも条件が書けます。この場合ですと、タイムスタンプの TS の列が TWork の方が新しかったら、それから Work の Delete Column が True だったらという条件を満たしているのであれば、デリートしてくださいということになります。で、2行目の When Matched は単にデリートのフラグ条件がなしで、デリートカラムの値は True ではないんですけれども、結合条件とタイムスタンプの条件は満足しているという場合ですと、アップデートを自己してください。そして、どれも待ちしなかったら、最後のインサートをしなさいという意味になります。で、このマージ文を実行することによって、2つのテーブルのデータが統合された結果が左下のようになります。まあ、このような感じで複雑な、処理条件を1個の SQL 文で書けますということが、このマージ文でございます。はい、で、続きましても SQL 機能でございまして、ポスグレではロジカルレプリケーションというのがバージョン10から入っているんですけれども、それについても様々な機能追加が行われていました。1つ目が行フィルタ機能ということで、あるテーブルからあるテーブルへ、このロジカルレプリケーションを行うことは可能でしたが、変更を送り出す側のこのパブリケーションに予約を指定することで、条件を満たす行だけレプリケーションを行うということができるようになりました。で、書き方は右の枠に書いてある感じで、クリエイトパブリケーションでパブリケーションを作成するときに、予約で、ID を例えば100以下に制限するということができます。で、ちょっと気になるのは、じゃあアップデートして条件を満たすようになったらどうなるかというと、これはサブスクリプション側の行が追加されるということになります。逆にアップデートで条件から外れるようになった場合では、サブスクリプション側でその行が削除されるという挙動になります。
で、行フィルターの以外に列のフィルターというのも可能で、パブリケーションでテーブルを指定するのみならず、その後にカンマ区切りで列を指定してあげますと、まあ、列挙した列だけレプリケーションがされます。なので、サブスクリプション側で列を少し、少なくしたいというときは、ここで列を絞ってあげるといいということになります。これがフィルターについての機能追加でした。で、さらにですね、スキーマ単位で対象テーブルを一括してということもできるようになりました。従来はテーブル単位かデータベース単位のみだったんですけれども、このクリエイトパブリケーションで for tables in schema という構文を使うと、このスキーマの中にあるすべてのテーブルという指定ができるようになりました。で、続きましてもう一つ、エラーで自動無効化というのも追加されました。ロンリーレプリケーションではテーブルの変更を伝播して、で、サブスクリプション側でその変更を適用するんですけれども、適用を受けるテーブルでも書き込みは可能で、任意に制約をつけたりすることも可能です。で、そうすると同じ主キーの行がすでに入っていて、で、その行をインサートしようと思ったら制約違反で、まあ、行変更の適用がエラーになります。で、そうすると一定周期で適用のエラーが繰り返されますし、まあ、後続の変更も適用されなくなります。で、この動作に対して自動的にエラーになったらサブスクリプション自体を無効化するという設定が今回加わりました。この Disable on Error というオプションを True に設定してあげると、エラーが発生した時点でもうレプリケーションが止まります。で、レプリケーションは止まるので、まあ、その後の変更が適用されなくなるということは変わりないですが、エラループに陥ってしまってエラログがたくさん出るということは回避できるということになります。い。そしてこのエラーが起きたときには、エラーを起こしているトランザクションをスキップしてエラーを解消するんですけれども、それが簡単にできるようになりました。のログに出ているメッセージの赤いところですね。これは LSN と呼ばれている、ログのシーケンス番号になりまして、で、この番号をウォルターサブスクリプションのスキップコマンドで指定してあげるとトランザクションをスキップすることができます。まあ、以前も同じことはできていたんですけれども、手順がなかなか難しくて、ポスグレの中の仕組みを把握していないとちょっと理解しにくい手順になっていたんですが、この機能が加わることによって、まあ、非常にシンプルな手順になりました。で、サブスクリプションが自動的に無効化になっている場合には、合わせて下のイネーブルも指定してあげれば、レプリケーションが再開されます。このように、まあ、ロンリーレプリケーションについては、今回様々な拡張がされているということになります。で、続きましては、正規表現の関数がたくさん追加されましたというご紹介です。Postgre はもともと POSIX 正規表現のマッチや置換をする関数と演算子をたくさん持っていたんですけれども、今回は商用データベースの正規表現関数と同じ形で書けるという機能が追加されました。はい、これは Postgre としてはあんまり画期的な変更ではないんですが、オラクルから移植するという現実的な目的から考えると、まあ、非常に役に立つということでございます。例えばこの一番下の regexp replace というのは、正規表現にマッチした何番目の文字列を置換するというような指定は、Postgre では今までできなかったんですが、できなかったので、まあ、それに対応しようと思うと、PLPGSQL 関数を自前で作って対応しなければなりませんでしたが、今回のこの機能追加によってこれがすんなりと解決されまして、まあ、単に同じ関数で同じ書き方を使えばいいということになります。で、次のページも、機能追加についてのお話で、呼び出し元権限で実行するビューという機能が追加されました。SQL におけるビューの機能というのは大きく2つありまして、問い合わせに別名を付与してリレーションとして利用可能にすることと、定義された問い合わせをビューの所有者の権限で実行するという2つの機能があります。
ただ1の SQL 文に対して別名を付ける機能は使いたいんですが、2の、ビューの所有者の権限で実行するという機能はいらないという場合はあり得ます。例えば、テーブルに対してロールごとに細かい権限を設定しているときでも、このビューを経由しちゃうと単一ロールからのアクセスになってしまうので、あんまり嬉しいことではないということで、今回新たにセキュリティインボーカーという属性が追加されました。これをセットしてあげると、ビューを呼び出したユーザーの権限でビューで定義したセレクト文が実行されるという挙動になります。ここまでが SQL 機能の話でございました。で、続きましては性能改善の話に入っていきたいと思います。Postgre 15では外部ソートのアルゴリズムが変更されました。Postgre のソート機能は、Order by、Group by、Distinct や Window 関数を使うときに、あるいはテーブル、の結合でマージ結合の方式が選ばれたときに使われます。で、それらのソートには2つの方式がありまして、インメモリーソートと外部ソートと呼ばれます。で、インメモリーソートは、ワークメモパラメーターで指定したメモリサイズ内で処理できる場合に使われまして、で、アルゴリズムとしてはクイックソートという方式が使われます。一方で、この外部ソートは、より大規模なデータに対してソートが必要な場合に使われる方式で、一次ファイルを作って実行するものになります。で、ファイルというのはランダムアクセスには向きませんので、アルゴリズムも変わってくるわけですね。で、これまでは多層マージソートという、と呼ばれるソート用の領域を使い回す方式が使われてきました。これは、昔から使われていて、で、外部記憶がテープだった頃に一定サイズのテープをシーケンシャルアクセスすることしかできなかったので、その時では一番効率が良かったんですけれども、これが少し時代遅れではないかということで、もう少しシンプルなアルゴリズムである、このバランスド KOM マージソートという、アルゴリズムが採用されました。これは、小さいメモリで大きいデータをソートする際に有利とされています。こちらも実際に検証してみましたので、結果が次のグラフになります。文字列で1000万件のデータを作りまして、それをメモリ、ワークメモサイズを変えながら、外部マージソートをさせてみました。で、左側がランダムなデータで、右側があらかじめ整列済みのデータになります。もちろん整列済みのデータを、ソートする必要はないんですけれども、ほとんど整列済みのデータに対してソートを加えるシチュエーションは割とよくあることなので、それをシミュレーションするためにソート済みのデータも対象に検証を行ってみました。で、青の棒は、14.5のバージョン、で、赤いのが今回の15バージョンのベータ版になります。で、縦軸は所要時間になっていますので、短い方が性能がいいということになります。で、結果を見てみますと、ワークメモが少ないときに15バージョンの方の性能が優れているということがわかるかと思います。で、このワークメモが増えていくに従って、その差が縮んでいて、で、ランダムデータの方は、ワークメモが 4MB の時に14バージョンの方が逆転してしまっていますが、大差はないという解釈をしてもいいのかなというところでございます。で、ソート済みのデータの方では、はっきりと差が出ていて、15バージョンの方が早いという傾向がきれいに見えているという形になります。以上が外部ソートアルゴリズムについてでした。続きましては、ウィンドウ関数のプランの改善というのがされました。プランのみの改善だけじゃなくて、プランを実行するときに新しい実行方式が追加されたということになります。ウィンドウ関数の中でも特に、ローナンバーとランクとカウントで効果が見られます。
ウィンドウ関数を処理するときには、このウィンドウアグリゲートという集約をするためのプランナー要素がありまして、で、ここにランコンディションという事項方式が今回追加されました。この下の SQL 例を見ていただきたいんですけれども、ローナンバーを C1 という列でソートした順に出すというのが、サブクエリがあって、その外側にこの行ナンバーが10以下だったらという条件を使って、サブクエリの検索結果からトップ10を出すという問い合わせになっています。で、この問い合わせに対して、以前はウィンドウアグリゲートで全部集約してから、この結果に対して上位の、サブクエリスキャンで結果値をフィルターしていたんですが、まあ、これは明らかに効率が悪いので、今回の15バージョンでは、最初の集計のところにこのランコンディションが10以下というのがくっついていて、プランが実行されるというような挙動になりました。こちらも、実際に検証を行いましたので、結果をここに載せてあります。で、先ほどのクエリを、100万件のデータに対して実行してみたところ、15バージョンでは、大幅な性能改善が見られたという結果になっています。まあ、プランの処理内容が違いますので、大きく変わるということでございます。で、この時のソートはクイックソートで済むようにしました。外部ソートにしちゃうと、1個前の外部ソートの改善の結果と混ざってしまいますので、まあ、ワークメモを増やしてクイックソートした時の違いということで比較をしてみました。で、次の性能改善は、メタコマンドのコピーコマンドについてになります。列の少ないテーブルのコピーフロムで効率改善ということですが、これはなぜかと言いますと、今まではデータを1行ずつ送り出していたんですけれども、列の数が少ない場合、この方法は非常に効率が悪いということで、列の少ないテーブルでは複数行をまとめて送出するように変更されました。で、この右下のグラフは、インテジャー型を1個だけ持っている整数単列テーブルに対しての検証で、コピーフロムした場合とコピートゥをした場合の使用時間を測っております。で、コピートゥの方はほとんど差がなかったんですが、コピーフロムの方は2割ほど使用時間が短くなっているということが分かります。で、今回の検証では、整数単列という少し特殊なテーブルに対して実行したものなので、一番、効果が出るケースになっているということで、実際にはこうテーブルの列の数がいくつかはあるでしょうから、これよりははっきりはしないんですけど、多少は早くなるという挙動になるかと思います。では、性能改善の、最後のポイントですね。Z スタンダードという圧縮方式がサポートされるようになりました。サポートしている場所は、割るの圧縮とベースバックアップを取得するときにテーブルごとの圧縮というときに使われます。こちらは Postgre で実装があるというわけではなくて、Z スタンダードのライブラリを組み込んでビルドすれば使えるということになります。で、このグラフは、割る圧縮についての検証結果になります。同じ条件で PG ベンチを実行して、で、その時の割るの出力量と、PG ベンチのスコアを測っています。割る圧縮をすると処理コストがかかっているということで、スピードが遅くなるんじゃないかという点もここで調べています。まあ、パッと見、それほど大きな差はないんですが、それでも Z スタンダードの方は出力量が一番小さいので、圧縮率が一番いいということになります。で、スコアの方は一番低いので、負荷が一番かかっていますが、まあ、こう PG ベンチの数値についてはあくまで参考程度なので、そんなに意味のある数字じゃないかもという点もご認識していただければと思います。
それから、ワルらしくはフルページのみですので、それ以外の通常のワルレコードの出力がたくさんあったとしても、圧縮は行われません。あと、そうですね、Z スタンダードというアルゴリズムは、回答スピードが速いというのが特徴とされていますが、この検証では圧縮の部分だけ取り上げていますので、展開速度のアドバンテージが含まれていないということもご承知ください。い、以上が性能改善についてでした。で、最後は、運用管理の話についてになります。運用管理の新機能として、JSON 形式ログというのがサポートされるようになりました。これまでは通常のログファイルの他に CSV 形式のログを出すという機能はあったんですけれども、それの JSON 版といいますか、ログデスティネーションで JSON ログを指定してあげますと、JSON の形式でログが出力されるようになります。で、それぞれの四角に書いてあるのは、1個のログのエントリーになります。で、ここでは見やすさのために改行を入れていますが、実際にはこのファイルには改行は含まれていなくて、カンマの、後ろには次の属性がつながってきます。で、キーとバリューのセットの集まりという形になっていますので、テキストの分量としては通常より多くなります。あともう一つの特徴がありまして、このメッセージによって含まれる属性が異なるということになります。CSV の場合は何番目というのが、固定で決まっているので、このメッセージの場合にはこの情報がいらないってなった時には、単に、空の項目があるという形だったんですが、JSON は、必要な項目だけ出力しますので、メッセージによっては属性が変わってくるということがありえます。で、続きましては、モニタリング用のビューと関数が追加されました。これは、各バージョンで少しずつ増えていますが、本バージョンでもいくつか追加されております。1つ目は PG Ident Conf という認証に使う設定ファイルの内容が、ビューとして見れるようになりました。それからロジカルレプリケーション関連のビューが追加されていて、サブスクリプションごとのローンリレプリケーションの同期エラー発生数というのがビューから確認できるようになりました。あとは、ロンリレプリケーションで使うディレクトリの内容、例えばファイル名とかサイズ、と変更、日付、時刻というような内容は、関数を使ってテーブルとして表示することが可能になりました。これらの関数を使うことで、モニタリングをするときの選択肢が増えたといった、ところになります。で、もう一つ大きな変更点は、実行時の統計情報というのが共有メモリで管理するように変更されました。実行時の統計情報というのは、各テーブルのアクセス回数だったり、推定のデッドタプルの数だったり、バキュームが最後に実行されたのはいつですよというような情報を指しています。従来では、このスタッツコレクタ、というプロセスがありまして、で、プロセス間の通信でそれらの情報を交換していました。で、スタッツコレクタは情報を受けると、都度ファイルに書き出しています。稼働中であれば PG スタット添付の下のファイルに、で、停止中であれば PG スタットの下のファイルに保存するという挙動をしていて、で、この PG スタート添付は、ラムディスクに割り当てると高速化が期待できるというチューニング技法が存在していました。で、これが今回のバージョン15からでは、最初から共有メモリー上で管理できるようになりました。まあ、メモリー上ですので、停止中はファイルに保存されます。で、また次回に起動されたときは、このファイルから読み出して、またメモリー上に載せるという仕様。
に変わりました。これも単純にこの共有メモリだから速くなるのかというのはすぐにはわからないところで、というのは共有メモリに変わると配下制御をしないといけないので、それがどうかという議論はあったんですが、最終的にはこれがいいだろうということになりました。運用管理機能の最後では、モジュールによるワルアーカイブというものについて紹介させていただきます。これまでの Postgre では、上の四角に書いてある感じで、アーカイブモードをオンにして、で、アーカイブコマンドで、割るを指定の場所にコピーするコマンドを書くというふうに指定を行っていました。これは、外部コマンドを毎回起動していますので、あんまり効率的とは言えません。なので、この代わりに、割るアーカイブの処理を行うモジュールの指定が今回できるようになりました。で、このモジュールというのは、参考実装がコントリブとして用意されていまして、で、利用方法としては、アーカイブライブラリの方でこちらのモジュールの名前を指定して、で、その下にはモジュール固有の設定で、まあ、ベーシックアーカイブの場合では、アーカイブディレクトリという設定に、ディレクトリを指定してあげると良いということになります。で、コピーする際のロジックは、モジュールの中に組み込まれていますので、任意のモジュールを作ってライブラリとして組み入れるということもできます。で、これと同じような感じで、モジュールによるベースバックアップもできるようになりました。今回では、まず PG ベースバックアップコマンドが拡張されていまして、ターゲットというオプションが加わるようになりました。PG ベースバックアップコマンドというのは、指定したサーバーのベースバックアップをローカルに保存するという動作が、まあ、これまでの標準になっていましたが、それがターゲットオプションでクライアントを指定するときの動作に相当します。で、今回の変更では、これをサーバーに指定することもできるようになりました。つまりリモートのサーバーに接続して、で、同じくそのサーバーの上でもいいですし、また別のサーバーにこのベースバックアップのファイルを取得するということが可能になりました。で、このターゲットで指定できるのはクライアントとサーバーだけなんですけれども、新しいターゲットを追加できる内部 API が用意されていまして、拡張モジュールからその関数を使うことができます。で、この内部 API を使った拡張モジュールは、コントリーブのベースバックアップトゥシェルとして提供されていて、ターゲットでシェルを指定してコマンドを呼び出すことができます。そうすると、ベースバックアップでデータをコピーする処理では、このコマンドに引き渡すという挙動になります。で、このコマンドはあらかじめシェアードプリロードライブラリーズに入れておく必要があります。ストレージとか仮想化基盤のスナップショット機能を使ってベースバックアップを取りたい。で、その時に PG ベースバックコマンドで済ませたいという場合は、組み合わせとしてなかなか有用じゃないかなと思います。はい、以上で拡張のポイントをすべて紹介させていただきました。では、次に非互換の変更点についても少しお話しさせていただければと思います。非互換の変更点は大きく2つありまして、1つ目としては排他的ベースバックアップの、が配置されたというところです。はい、従来では排他的と非排他的の2種類のベースバックアップの方式がありまして、普段、PG ベースバックアップコマンドを使われている方からしたらあんまり馴染みがないかもしれません。で、この PG ベースバックアップコマンドでは内部的に非排他的ベースバックアップ方式を使っています。PG ベースバックアップコマンドが登場されるまでは、基本的に上の方の排他的ベースバックアップでバックアップをされていたかと思います。
特徴としては、PG スタートバックアップを実行して、で、実際にバックアップを行ってから、別のセッションから PG ストップバックアップを実行できる。あとは、同時に1個のバックアップ取得しかできないという制限がありました。で、これが今回で廃止されまして、まあ、非ハイター的のみということになりました。まあ、困ってしまうのは、スナップショットでバックアップを取っていた場合ですが、その場合は先ほど紹介いたしましたモジュールを使って回避を狙っていただくということになります。あとは合わせて関数名も変わったりしています。そして非互換の2点目は、パブリックスキーマへのデフォルト権限が変更されましたという点になります。従来、パブリックスキーマでは誰でもテーブルを作成することが可能でしたが、これだとセキュリティバグをついた攻撃に利用されがちということで、パブリックスキーマのデフォルト権限がスーパーユーザー以外ではオブジェクトを作成する権限がないというように変更されました。で、パブリックスキーマの所有者も従来では、initDB を実行したスーパーユーザーになっていましたが、これがデータベースの所有者である PG データベースオーナー、というロールに変更されています。で、これについて、まあ、考えられる影響としては、まずバックアップとリストアの失敗ということで、以前のバージョンから取ったバックアップではちょっと、補正がいるということになります。でもう一つありそうなのが、パッケージソフトがインストールで失敗ということになります。で、最後に推奨はできませんが、の一番下に書いてあるグラント文を受講すると、以前のデフォルト権限に戻すことも可能という紹介も書かせていただきました。で、その他の非互換もいくつか見ていきたいと思いますが、まずは PL Python で Python 2のサポートが終了となりました。Python 2自体の Python としてのサポートも終了になっていますので、それに合わせたという形になります。で、2番目の Array to TS Vector というテキスト全面検索で使われる関数の仕様が変わりまして、空文字列の要素があるとエラーになります。あと、インデックスを作ってあるときにダンプリストアが失敗するかもしれないということがあります。はい。それから、ハッシュメムマルチプライヤーのデフォルト値が倍になったので、まあ、ハッシュメモリを使うときにはワークメムとこの設定値の掛け算のメモリが使われますので、メモリの使用量が増えることになるので注意してくださいという点になります。で、最後にインターバル型の出力関数が、イミュータブルからステーブルに変更されました。イミュータブルというのは不変という意味なので、同じ入力に対して結果は常に同じになるという宣言をしてあるものです。で、ステーブルはそこまで強い宣言ではないです。で、なぜその変更が行われたかと言いますと、インターバルのテキストの出力結果は、その時のロール設定、あるいはタイムゾーン設定に応じて変わってくるからです。なので、インターバル型の列をテキストに、キャストした値に対してインデックスを作ろうとすると、まあ、イミュータブルじゃないから作れませんと言われるというような影響は考えられます。で、最後に、バージョン15に見るポスグレの現在ということで、まとめを4点記載させていただきました。はい、まずはマージ文であったり、ロジカルレプリケーションの機能の追加であったり、まあ、今でも意欲的な機能追加が行われ続けているということがわかります。で、2点目は実用的な利用者メリット提供ということで、例えば商用データベースと互換が、効く正規表現の関数が追加されたり、まあ、機能としてはすでにあるものの互換性を高めるためにこのような改善が行われているということがわかります。で、あとは拡張モジュールによる、実現余地の拡大、そして、
そうですね、アルゴリズムの変更やセキュリティ防止のために、まあ、権限変更など、旧来あるものに対しての見直しというのも行われています。で、この Postgres 15の変更を見ると、今も立ち止まらずどんどん発展しているという姿が見て取れると思いますので、今後も Postgres の期待、Postgres の成長に期待していただければと思います。それでは講演の内容は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。